FA カップ2020から2021は2020年8月31日から2021年5月15日の期間に開催される通算140回目の FA カップである。なお、今シーズンは新型コロナウイルス感染拡大による過密日程を緩和させるため再試合が行われない。レスターシティが初優勝を果たした。イングランドの5部から10部の 各ディビジョンに所属するクラブが参加。予備予選1回戦、同2回戦、予選1回戦、予選2回戦、予選3回戦、予選4回戦の計6回戦制で最終の予選4回戦に勝利した32クラブが本戦に参加する権利を得る。組み合わせ抽選会は2020年10月26日に行われた。このラウンドからはリーグ1の24クラブ、 リーグ2の24クラブと予選を勝ち上がった32クラブが参加する。なお、勝ち残っているクラブで最も低いディビジョンのクラブは9部に所属するスケルマーズゲールユナイテッドである。組み合わせ抽選会は2020年11月9日に行われたなお、勝ち残っているクラブで最も低いディビジョンのクラブは8部に所属するマリンとキャンベイアイランドである。 組み合わせ抽選会は2020年11月30日に行われた。このラウンドからプレミアリーグの20クラブ、チャンピオンシップの24クラブが参加する。なお、勝ち残っているクラブで最も低いディビジョンのクラブは8部に所属するマリンである。ウルバーハンプトン、ワンダラーズ V クリスタルパレスアストンビラ V リバプール、エバートン V。 ロザラム・ユナイテッド・ノッティンガム・フォレスト・ V カーディフ・シティ、ボレア・ムウッド V ミルウォール・ルートン・タウン・ V レディングの、リジ・シティ・ブコベントリー・シティ・チョーリー、V ダービー・カウンティ・ボーン・マス・ V オール・ダム・アスレティック、スティブ・ネイジ、v スウォン・ジー・シティ・ブ・リストル・ローバーツ・ V シェフィールド、ユナイテッド・ブ・ラック・バーン・ド・バーツ・ V ドンカスター、ローバーズ・ストーク・シティ・ティ・レスター・シ ミルトン・キーンズ・ドンズ・クイーンズ・パーク、レンジャー・アッツ・ヴフラム・エクセター・シティ・ v. ィ・シェフィールド・ウェンズ・ゲイ、ブラック・プール・ v. ウエスト・ブロム・ビッチ・アルビオン・アーセナル、v. ニューカッスル・ユナイテッド・ハダース・フィールド、タウン・ v. プリマス・アーガイル・ブレントフォード、v. ミドルズ・ブラ・マンチェスター・ユナイテッド・ v. ワトフォード、バーンズ・リー v ・ v. トレン・ベア・ローバーズ・クローリー、タウン・ヴリーズ・ユナイテッド・ブリストル マンチェスターシティ V バーミンガムシティチェルシー V モアカム、チェルトナムタウン V マンスフィールドタウンマリン V トッテナム、ホットスパーニューポートカウンティ V ブライトンホーブ、アルビオンストックポートカウンティ V ウェストハム、ユナイテッドサウスアンプトン V、シュルーズベリータウン組み合わせ抽選会は2021年1月11日に行われた。チョーリー V ウジバーハンプトン、ワンダラーズサウサンプトン V アーセナルスウンジー、 シティ V ノッティンガムフォレストバーンズリー V のリジシティミルウォール V ブ,ブリストルシティブライトンホーブアルビオン V ブ,ブラックプールシェフィールドユナイテッド V プリマスアーガイルウェストハムユナイテッド V ドンカスターローバーズチェルトナムタウン V マンチェスターシティチェルシー V ルートンタウンフラム V バーンリーブレントホード V レスターシティマンチェスターユナイテッド V リバプールエバートン V シェフィールドウェンズデイウィコム ワンダラーズ V トッテナムホットスパーボーンマス V クローリータウン組み合わせ抽選会は2021年1月11日に行われたバーンリー V ボーンマスマンチェスターユナイテッド V ウエストハムユナイテッドスウォンジーシティ V マンチェスターシティシェフィールドユナイテッド V ブリストルシティレスターシティ V ブライトンホブアルビオンエーバートン V トッテナムホットスパー ウルバーハンプトン・ワンダラーズ V サウサンプトン・バンズリー V チェルシー組み合わせ抽選会は2021年2月11日に行われた。ボーンマス V サウサンプトン・エバートン V マンチェスターシティ、チェルシー V シェフィールド・ユナイテッド・レスターシティ V、マンチェスター・ユナイテッド組み合わせ抽選会は2021年3月21日に行われた。 チェルシー V マンチェスターシティレスターシティ V サウサンプトンチェルシー V レスターシティありがとうございます